気分次第で Smoke は敵を選んで戦う少年叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってたそのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願ってもうどうしようもなくなってスケベんだ明日よ明日よもう来ないでよってそんな赤く動いて月は沈み日は昇るけどその夜は違う切りました。はい、髪の毛を切りました。これね、今ハゲを隠してる状態だけど、ちょっとだんだんとイケメンになってきてるんじゃねえって。顔も今体重が痩せてきてるんでシュッとしてきたし、さあチェックしていきましょう。まずは左、やっぱハゲてるよな。まだでもね、前7本指が7本ぐらいだったから、今6本、どうなんかな、 5本ぐらいまで来てる。2本分ぐらい前に来たんじゃないかなっていうのが、前7本入ってたから。あとここかなりいい感じだと思うんだけど、あと右側でしょ、あと左側、あと上、そんな感じです。俺的に今もうハゲ薬も国内産を使ってるし、サプリも飲んでるし、塗り薬もしてるし、最後のミノキシジルタブレットだけはまだ服用してないですけど、これで効果がやばかったらミノタブの可能性もありますけど、今のところはまだいいかな。こんなことで一番やばかった時と比べたら全然でもマシになった気がする。だって今ちょっとハゲ全然じゃない、ちょっと隠せるぐらいにはなってきてるもん。前隠せなかったからね、スカスカで。あとはもうちょっと体重やな。体重も今めっちゃサイクリング始めてシュッてしてきたから、もうあと2キロで60キロ台になるんで順調やもん。順調や。